始めましょう。これは禁断の闇の儀式と神々の物語。蒙古は自らの勢いを増すため闇の儀式を用いて三つ柱の神から力を奪おうとした。太陽の神、天照大御神、月の神、月読みの御事、そして嵐の神、左脳の御事、これら神々の力が尽きかけている。救い出せるのはクロードのみ。蒙古は調伏した村で高間ヶ原への扉を開いた。神の力を奪うためだ。クロードは儀式を終わらせんと覚悟を決める。Yeah!
儀式は防がれ、高間ヶ原への扉は閉じた。だが新たな儀式がすでに他の地で始まっていた。クロードはその地を探すべく出立する。高間ヶ原の神々がクロードに語りかける。今や猛虎兵は我らの力を奪い、神の加護を得てしまっている。悪しき闇の儀式を止め、我らを解き放たない限り対馬を救うことはできぬと。ここでは三つの地で儀式が行われていた。一つは川辺、一つは野営、最後の一つは谷だ。そして神の力は吸い尽くされんとしていた。猛虎を倒すには神にも通じる力を得ねば。一つ目の儀式を止めたが、まだ戦いは始まったばかりだ。また一つの儀式を止め、また一つの扉を閉じた。だがクロードの役目はまだ済んでいない。
行くぞ。 最後の儀式を止め、クロードはフーと安堵の息をついた。しかし神はささやく、さらに強大な敵が残っていると般若イオの下司のもと、神をも恐れぬ闇の儀式が行われていたのだ。
神々が正しいなどとは思ってはならぬ。我が闇に囚われていた時、神への祈りは聞き届けられず、やがて小さき命が消え、我は得るべきものを得ているだけ。邪魔立てするでないぞ。伊予の儀式の周りを多くの蛮兵が囲っていた。クロードはあやつらすべて倒さねばならぬ。兵を倒すも、伊予の儀式は終わりに差し掛かっている。般若は勝利を信じて疑わなかった。般若はクロード許すまじとたけり狂い、鬼と蛮兵を呼び出した。鬼は全て倒され、儀式は潰され、般若の企ては実を結ばずに終わった。クロードの勝利だ。神々は解き放たれ、常の暮らしが取り戻された。こともなし、ひとまずは。